どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ポイントサイトに、こちら ANA 東急クラブ級カードの、案件がね復活してきてますね。で、昨日一昨日ぐらいかな、案件が復活してきて、本日の動画ではこの東急クラブ級 ANA カード、まあ今現在ね東急ルートって言われている、ポイントサイトからね、ANA 前へ交換するまあ必須のクレジットカードとなっていて、まあこれはね発行さ、をね検討されている方もねまあ多いと思うんですよね。今日の動画ではおすすめのね東急クラブ級カードへの、まあ、入会の仕方っていうのと、まああとね ANA 東急クラブ級カードって、このクレジットカードはまあ三井住友クレジットカードなんですよね。ですんでまあこちらのねポイントについてもちょっとね解説していきたいなと思います。まず、クレジットカードはね、基本スペックとして、年会費が2000円で、割引制度があります。で、割引制度を利用すると751円っていうことになっております。で、この割引制度はですね、マイペースリボの登録、プラス 年1回の利用、あと、ウェブ明細っていうね、まあ、紙で来る明細書をウェブに切り替えると、まあ、年会費の割引が受けられますよっていうのがあります。ANA マイレーの還元額、まずもしねこのクレジットカードを、まあ、メインでね、利用していきたいなっていう方、まあ、限定にはなっていくと思うんですけども、還元額としては難しいんですまあ難しいって言うとあれなんですけども、この三井住友クレジットカード、まあ、この ANA の、ANA 東急クラブ級カードはですね、4つのコースから、まあ、自分で選択するっていう形になってまして、マイルコースをね、まあ、説明する前にですね、ちょっとこの説明、マイルコースについてはちょっと後で説明しますんで、そのマイルコースによって、100円で1マイル貯まるか、まあ、100円で 0.5 マイル貯まるクレジットカードになるかっていうのは、分かれるんですよね。ですので、まあ、これはね、ちょっと後で説明しますね。で、継続ボーナスと、入会ボーナスで、こちら1000マイルがもらえますので、入ったと同時にね、1000マイルがもらえます。で、年会費をね、更新するとまた1000マイルがもらえるっていうクレジットカードとなっております。それではね、このクレジットカードの発行手順なんですけども、ポイントサイトにね、案件が、本当に一昨日ぐらい出て、ポイントインカムで700円出て、EC ナビでね、800円今出ております。まあちょっとね、まあビビたるもんですけどもね、まあもらえないよりかはね、もらったといた方がね、まあいいかなと思います。で、これでね、ポイントサイト、まあ案件が出ましたので、この機会にね、クレジットカードね、発行する方も多いと思います。で、発行の、ルートなんですけども、まずね、ポイントサイトの案件を、利用する前にですね、こちら ANA カードを持ってない方限定にはなってしまうんですけども、ANA にはですね、マイ友プログラムっていうものがあるんですよね。まあこの、初めてね、発行する方限定で、既存の会員の方の紹介番号とお名前を知ってると、プラス500マイルがね、もらえますんで、まあこれは初めての人だったら ANA のクレジットカードがもらえますんで、ぜひね、近くにね、まあいないかどうかちょっと確認してから、まあ発行することをお勧めします。これ、せっかくなんで、まあ500マイルせっかくもらえますんでね、ぜひ見つけて、紹介番号とお名前ね、聞いて、ANA のホームページでこれやることとなりますんで、まあぜひね、やっていただきたいなと思います。もしね、いらっしゃらないっていう方はね、まあ私から紹介していただいてもね、まあいいんですけども、まあこれは冗談としてね、マイトンプログラムはね、まあ確実にまあ利用していただくと、紹介した人と、まあ紹介された人、まあ両方にね、マイルがね、500マイルずつもらえますんで、まあおすすめとなっております。で、次に、ポイントサイトを経由して、まあ発行していただくっていう形ですね。で、これで、まあ、入会ボーナスと、マイトンプログラムの、マイルでですね、合計1500マイルがもらえます。で、ポイントサイトをね、まあ、経由すると、プラス700円か800円もらうことができますんで、こういうルートとなっております。で、クレジットカードをね、まあ、この発行するにあたって、東急クラブ級カードなんですけども、ANA のね、自動移行の参加っていう項目があるんですよね。今日はここをメインにね、まあ、解説していきたいなと思うんですけども、ここをね、気をつけていただきたいんですよね。三井住友クレジットカードには、ポイントが2種類あるんですよね。普通の通常のポイントとプレミアムポイント。で、この自動移行、ANA マイレージ自動移行への参加っていうのは、通常のポイントの話でございます。で、
種類としては4つ、自動5マイルコース、自動10マイルコース、応募5マイルコース、応募10マイルコースっていう4つのコースがあるんですよね。で、今言った自動マイル、これに参加しますかっていうのが、このクレジットカード発行する時点でね、聞かれます。で、まずね、このコースなんですけども、選択肢として、画面上にまあ、これに出しておきますけども、10マイルコース、5マイルコース、申し込まないっていう、まあ、3項目がね、出てくるんですよね。この通常のポイントを、ANA マイルに変える場合、ANA 東急クラブ級カードは、まあ、一般カードとなっているので、自動10マイルコースにすると、移行手数料がかかるんですよね。まあ、これも選択するときに、まあ、値段も出てるんで、まあ、めったにそこをチェックする人はいないと思うんですけども、これチェックしちゃうと、もう年度ごとにね、6000円取られてしまいますんで、まずね、申し込みの年度は、申し込まない、もしくは5マイルコースを選択するようにしてください。で、これからね、このコースについてね、まあ、話していくんですけども、まあ、このカード発行時には、まあ、ひとまずね、5マイルコースか、まあ、申し込まないにしとくと、まあ、追加費用がね、かからないっていう感じになります。で、このね、コースなんですけども、まずね、自動マイル、5コースと10コースってありますよね。自動マイル5コースは手数料かかんないんですよ。かからない。移行手数料無料です。その代わり、1ポイントが5マイルにしかならないので、この1ポイントがね、まあ、100円で1ポイント貯まりゃいいんですけども、これ1000円で1ポイントなんですよ。ですので、100円で 0.5 マイルっていう、まあ、計算になるわけなんですよね。ですので、まあ、還元額としては、まあ、5% になってしまうっていうのが、この、5コースなんですよね。その代わり、移行手数料は無料なんですよね。うん。で、次に、自動10マイルコースだと、まあ、年会費6000円がかかる代わりに、1ポイント10マイルってことなんで、まあ、1000円で10マイル貯まるってことで、まあ、1% のクレジットカードっていう風になるんですよね。で、次に、応募5マイルコースと応募10マイルコース。まあ、これは、申し込まないっていう選択をしたらね、自分で応募してね、まあ、ポイントを交換するようになるんですけども、この応募5マイルコースで応募10マイルコースっていうのがあるんですけども、まあ、この応募5マイルコース、10マイルコースは、まあ、5マイルコースはまあ先ほど言った通り、手数料はかからないんですけども、応募10マイルコースにすると、まあ、どういうことかというと、まあ、自分の好きなタイミングでポイントを ANA マイルに交換できるっていう感じなんですよね。で、その自分が決めたタイミングで ANA マイルに交換する、その時だけこの6000円の年度で、まあ、年度6000円の移行手数料がかかるっていう感じになるんですよね。中にはですね、わざわざね、これ三井住友のインターネットのページ、まあ、V パスって呼ばれているものに、まあ、ログインしてね、自分で移行しなきゃいけないじゃないですか。だからめんどくさいですよね。まあ、手間なんですけども、これね、嫌だなと思う方いるかもしれないんですけども、これ今、普通のポイントの話をしてるんですよね。まあ、先ほど2種類あるって言いましたよね。だからこの自動コースでも応募コースでも、これは普通のポイントの話で、自動か応募か今、話してるわけなんですけども、三井住友クレジットカードには、もう一個ね、ボーナスポイント、プレミアムボーナスポイントっていうものがありまして、この三井住友クレジットカードはですね、年間の利用額に対して、まあ、ポイントがもらえたりするんですよね。まあ、そういうポイントが、プレミアムボーナスポイントっていうので、普通のポイントと違うポイントで付与されるんですよね。いやー、厄介ですよね。まああるんですよね。もうこのプレミアムボーナスポイントっていうのは。で、このプレミアムボーナスポイントはですね、自分で移行しなきゃいけないんですよ。これは、先ほど言ったコースが4つあって、自動と応募ありましたよね。まあ、それでどっちを選択したとしても、プレミアムボーナスポイントは自分でログインして移行しなきゃいけないんですよね。要は、どっちを選んだとしても、このプレミアムボーナスポイントを失効しないようにね、まあ利用するってなると、まあどっちにしろこの V パスにログインしなきゃいけないんですよね。だから結局手間なんですよね。
ですので自動コース選んでね、楽に移行したいっていうのね、中にはいらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、結局プレミアムボーナスポイントを移行するっていう時には V パスにね、ログインしなくてはなりませんので、クレジットカード作る時点では申し込まないにしてもらって、応募コース10マイルっていうのでね、まあ、利用していただくのが一番おすすめとなっております。応募コース10マイルを選んだ場合ね、注意点として応募コースなんでポイントはずっと溜まっていくんですよね。ポイントはずっと溜まって、まあ、交換しない限り溜まっていきますよね、当たり前のごとく。ですけども2年間までしかこの有効期限がありませんので、これ2年経って2年間ずっとそのままにしとくと飛んじゃいますんで、その点だけ気をつけてくださいね。ですんで、まあ、応募コース10マイルで、まあ、好きなだけポイントを貯めて、よし、2年、もうそろそろ2年経って、ポイントが失効しちゃうなっていう時に、まあ、この10マイルコースに、まあ、応募して、年間6000の手数料を払って移行するっていう感じになりますね。まあ、そうすると、まあ、100円で1マイルっていうクレジットカードになります。で、先ほど言ったボーナスポイントなんですけども、こちらも、自分で移行しなきゃいけないって言いましたよね。まあ、こちらは1ポイント3マイルで、まあ、交換する、ANA マイルにね、交換することができます。それではね、最後にまとめていきたいなと思うんですけども、もしね、ちょっと、還元額が悪くなってもいいから、手間をかけたくないっていう方はね、もう自動コース5マイルを選んでいただいて、まあ、手数料無料でね、まあ、ずっと、移行していただいて、プレミアムボーナスポイントは、まあ、自分で交換するか、まあ、もうしかとしちゃうっていう感じになりますよね。で、私のおすすめとしては、カード入会時には申し込まないを選択していただいて、ずっとポイントを貯め続けてね、一時の時期が来たら、応募コース10マイルね、ANA マイルに交換することをお勧めします。まあ、そうすることによって自動コース10マイルっていうね、年度ごとにこの手数料が発生するようにね、設定してしまうと移行できないのに、まあ、6000取られちゃいますんで、まあ、それだけはね絶対しないようにしてくださいね。いかがだったでしょうか。今回はねちょっとね複雑な話をねババッと説明させていただきましたけども、ANA ね東急クラブ級カードがねポイントサイトの案件で復活してきましたんで、おすすめの発行の仕方と、注意点をねまとめさせていただきました。この動画がね役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。